8時半になってたよ。え、うっそ、8時にしたんだけど。これでさ、勘違いした方いたらごめんね。あれ8時って設定したっけ。あれ8時にした記憶なんだけど、いやね、久しぶりにね、配信やっていいでよって思ったのね。今日多分あれですね。あ、いやそんなことはないか、寝ぼけてた。え、ワンチャンそうかも。今日夏休み史上一番早く起きたとか言おうと思ったけど、絶対そんなことないわ。多分公演とかある日全然あれだね。うんうん、8時になってた。 X のコミュニティで書いていたよ。あ、なんかなんだっけ、多分配信予約じゃないかな。配信予約今日の朝に8時って入れたつもりが8時半、8時か8時半、配信あれ勘違いしちゃった。あ、ごめんね、ごめんね、ごめんね。ハイブでは遠くから手を振ることしかできなくな、全然大丈夫だよ。神田来てね、神田。まあ休みだから大丈夫。あ、お休みですか。なあ、よかったわ。またリアタイできないかと思う。できましてよかったです。高瀬の配信も終わったね。終わったね。配信予約は30分だったか油断してた。いやそうだよね、配信予約30分にしちゃったんだよ。間違えちまったよ、ごめんね。寝ぼけてたか普通に間違えたか、うち間違えか、うん、まあまあまあ間違えました、すいません。本当におはよう、あゆちゃん、おはよう、おはようございます、皆様。でもあの経過気づいてくれる、あゆみっち、さすがです。あゆみっち、あゆみっち、まあ見えたかいいよ。そうだね、よかった。あ、今日は久しぶりに朝のもぐもぐ配信なんですけど、あ、一緒の花火発表もやった、よかったね。今日は見てください、ぶどう、あとおメロンちゃんです。で、まあメロンは食べるか食べないか、いやブドウも全部食べるかわかんないんですけど、全部食べるって話だけどさ、全部食べれるかわからないので、まあ食べれるだけ食べたいと思います。もぐもぐやったやった。その前にオンラインもうすぐですけどね、オンラインオンラインのおしゃべり会、オンラインのおしゃべり会。今日ちょっと朝からテンション高いかも。今日はテンション高い日です。オンラインのおしゃべり会、オンラインよくしょ。この前ハイブ長岡ではやちゃんの個別キーホルダーを買ったよ。イエーイ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 。朝からデザートですけど、デザートっていうかフルーツですね。21日の全団メンバーに歩み違いないのが残念残念。はい、確かさ全然あれなんですよ、多分全然俳優の名前発表されてないよね。オンラインで全員受付しなきゃ、してして目覚めが良かったとか、あ、だから多分テンション高めだからかな。あ、これじゃあブドウって皮で食べれるのかな。いや多分食べないやつだよね、今日のやつ食べないよね、ママ。夏休みもうすぐ終わりますね。終わっちゃいます、やだやだ。あ、聞いて、ちゃんと課題やったよ。あの
モバイルのレポートはやりました。紙までやってないけど紙なんて言うんだろう、ワークやってないけどカエリさんが人気で完売してたじゃん、この前ハーブの会長で。すごっ、やっぱカエリさんさすがだね。まあ30分からと昨日見たくもう米なしなってたからいいけどさママさんも見てんの？いや分からない絵日記、何が絵日記、どういうことよいしょ。絵日記はねないよ。ワーク普通にワーク、書き込みワーク。一回これに出ると全体メンバー出にくくなるの？そんなことは多分ないんじゃない。あでもあれかもね、全座メンバーじゃ、なんだろう、例えばその研究生のポジションの人がその例えば体調不良とか4時入ってはあんま見ないけど、まあまあできませんってなった時にね、だいたい頼めるようにかな。よいしょよいしょよいしょ、あ、サーカー育つ、いえいえ、会社着いた、またねまたね、頑張ってね、あの頑張ってね、お仕事頑張ってね、お仕事。待って、ぶどう上手に剥けない。ああ来た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 、ちょっともうさフォークの意味なくなっちゃってるやん。いただきます。この前早く長ってアイちゃんのキーホルダー売り切れてて買えなかった。これって数少ないのかな、今キーホルダー、なんで売り切れてるんだ。あれそんな人気じゃない、あ言っちゃった。なんででも売り切れてるんだろう、まだあゆみっちがいる公園見えてないから見てんでね、ぜひぜひ。うまっあゆみちゃん、あゆみじゃなくてあゆみです。あゆみ食べる前にスクショください。あ、了解です。じゃあまず皮むき前の状態のぶどうちゃん、こっちにしよう。あ、2個持ち、2個持ち。オッケー、待って、髪の毛整えたい。人気あるって、いやそうかな、言いそうかな まあ本園で気になってる方が増えてるので、まあありがとうございますスクショタイムかな、そうそう、スクショタイムしました。あーかわいちい、あーかわいちいです、ありがとう。はいはい、じゃあいいですか、ぶどう食べます。2個目てか、ちびちゃんもあるんだよね、このちびちゃんも、ちびちゃんこうやって食べれた、よいしょよいしょよいしょ。ナムナムナム自身ではやちゃんの引きが当たりました。あ、やったね、引き引きってあれだよね、あの全身なんていうの、寄ってない方、寄ってる方、寄ってない方、甘い、わかんない、ぶどう、あ、甘い、なんか甘いも酸っぱいもないな、あんまり。あ、でもちっちゃい方が大きい方より甘いかもしれない。あ、スクショしてしまいました、たかしごめんたかしごめんおはよ、全身で、あ、全身、ほらやっぱり合ってた。いや、あのアニメ好きって分かってから好きが加速したのと、サンリオだともともと前々好きだったんだね。やばー、うちら趣味合いすぎ、やばーやばー。てかなんかこないだその前座の準備してる時にヒロカッピとお話をしてたんだよ。
あ、100回目を思い出す。お、おめでとう、おめでとう、おめでとう。え、お、おめでとうじゃん。おめでとう、ほんとだ。ひよかっぴとお話ししてたんですね。で、なんて言ったのか分かんないんだけど、そうしたら、なんか、さおちゃんが通り過ぎたんですよ、あゆの近くを。そしたら、え、めっちゃギャルって言ってきて、あゆの喋り方が。やっぱギャルなんですかね。今日は赤ちゃんのテンションじゃなくてギャルのテンションって感じ。やばい、二重人格みたい。ギャルだったの？え、だったの？え、え、わかんない。え、わかんない。なんか、そう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 、マインド、マインド、マインドがギャルなんですよ。はいはい、どうですか、皮むき終わった。ギャルみちゃん、そう、ギャルみちゃんです。皮むき終わった。ブダ、会社着いたので仕事しますね、頑張って。天才、え、天才、ありがとう。よし、仕事に戻ります。頑張って、お仕事頑張って。スクショタイム大丈夫ですか？僕にも食べさせてください。はい、あーあうまい。ジェイさんがもしかしてギャルだったりして、うわ、うーん、わかんないよ。ジェイさんにそもそもギャルっていうのが存在してたかどうかわかんないじゃん。愛が生まれたのは15年前だから、それより前って考えて、おじいちゃんおばあちゃんくらいまで生きたって考えて、そうすると、うん、はい、みち、ちなみに自分の名前と顔、え、わかるよ、あゆ、わかるよ、だってこの間ハイブでバイバイしたし、いつも種ないの、種ない、いつも名前と顔一致してる、してるよ、してるよ、してるよ、だって、だっていつもあの特攻服着てるもん。いつも着てるもん、いつも着てるじゃん、この間も着てたじゃん、知ってるよ、知ってるよ。優しいと思ったら、そう、あげない。どういうのがギャルなんだろう、わかんない、喋り方でもわかんない。イエーイって騒ぐ感じ。え、うちもなんかよくわかんなくなってきたんだよね。でも友達にギャルだねって言われて、みたいな。今日新大久保行きます。え、いいな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 。今日はオフなのでハイちゃんの配信見に来ました。やった、嬉しい、ありがとう。なんか今日本当にテンションおかしくない、うち喋り方やばい。9月は東京都市圏あったら行くね、ぜひぜひ。いつも来てるから、もはや普段着、確かに確かにとか言ってた。それがもうあれなんじゃない、目印ね。いいじゃん、いいじゃん、いただきます。あ、うまい。あ、お手手が ウェットティッシュ持ってくればよかった。よっ、仕事バラ、なんだろう、なんだろう、星2つあるな。うわ、待って、なんだろう、あゆみっちの
なんだろう、鮎の何、鮎の何ですか、ちぎびっこ。うん、やっぱちびっこの方が甘いですね。おかげで穴って出てよかったって、よかったなって思うし、あ、よかった、よかったね。いつもと変わらなく、はーちゃんのテンション完璧です。完璧、よかった、完璧で。星2つね、なんだろう、めっちゃ気になるんだよ普通に。ヤッピー、あ、初見さんこんにちは。うん、おいしい。なんかちびっこはね、皮むけがするんといって、え、なんだっけ、なんかさ、ぶどうをすごく簡単にむける方法みたいなさ、なんかフォークを使ったやり方が確かあった気がする。あと一人でフォロワーさんが1635人じゃん。え、でもさ、600人突破したしてからさ、結構経ったと思うのにさ、全然フォロワーさん増えてない、悲しい。愛ちゃんな、35人増えたけど、35人30、うん、みんなフォローしててね。方言です。では仕事に行ってきます。あ、方言が欲しいになっちゃったの、やだ。仕事行ってきます、いってらっしゃい、頑張ってね。ちょっと今ね、両手下がってるからごめんね。ヤッピー初見で、初見ちゃうやろね、初見ちゃうよね。や、ヤッピーじゃなくてヤッヒーになってたし。たまたま友達のラジオで好きって言ってたの教えてくれたから分かったね。イエーイ、ね、それなんか結構何回も聞いてるかも。ブドウの妹ちゃん、何それ、ブドウの妹ちゃん、フォローしました、ありがとう。今まではフォローしてなかったんですか。嘘嘘、ありがとうね。いつ100回ファンになる、ね、なるかしら。いつだろう、いつだろう。ハーちゃんのひなた祭りの出演はいつだろうね、いつだろう、いつだろう。いつだろう、いつだろう。ぶどうお上品に食べてるね。え、これが普通の食べ方じゃないんですか。普通の食べ方お上品って思わせると思ってる。おお、なんかつるんと今めっちゃ綺麗だよ。ちょっと待って、これめっちゃ綺麗に向けたら見せる。めっちゃ綺麗。見て、360度、どこにもあの紫のやつがつかないで向けました。それにツルンツルンって2回やっただけで、すごくない。あゆみち、あと好きなアニメとかある、ね、好きなアニメ。約束のネバーランド好きで見てましたね。漫画も全巻持ってるし、映画も見ました。でもあゆ本当にアニメとか漫画読むのが少ないっていうか、あんまり見たりしないくてですね。いや、してました、変形文があるから。ね、してたよね。だってフォローしましたの、障子も何もないされませんでしたから。シスターハラちゃんウォッチングで見てみたいかも。え、シスター、あ、ウォッチングで見て、素晴らしい、あ、素晴らしいですか。ハラちゃん熱中症系、あ、え、熱中症警戒情報、あれ、なってなんだっけ、このかな、合ってるかな、地震情報が出てるから気をつけ、あ、気をつけます、ありがとうね。やばい、見てないとか言えない。あれ、あれあれあれ。役ネバーか、そう、役ネバー
が、なんかあゆのお部屋にある漫画はまあ結構ねいっぱいあったんだけど、いろいろ厳選して今はここにあるのはヤクネバと通り部とハニーレモンソーダ、あいちゃんのお部屋にある漫画コーナーにですね。うわっうわっ厳選してますよ。そうなんだよ、3種類しか置いてないっていう。でも全巻ちゃんと揃ってる。でもなかなかメンバーだとトリベ好きなメンバーいないからいる。マジめっちゃ好きなんだけど。私の部屋にはドラえもん全巻あります。あります、さすが、イエイ。え、すごくない？待って、ドラえもん全巻って普通にすごくない？てかドラえもんの漫画読んだことない。ぶどう指でビュッと押し出して食べないの？え、あのね、でっかいやつだったからね、 しなかったんだけど、このちびっこちゃんはじゃあします。あれ、反対側で開いちゃった。おいしい。大きいやつは食べ終わっちゃいました。食べ方汚いとか言わないでね。ついついお上品なとこが出ちゃうのよ。あ、そうなのよ、そうなの、そうなのよ。だから指でピュッてやって食べないで、フォークで。うん。ちっちゃい頃さ、こういうちっちゃいぶどうさ、めっちゃお皿にピュ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 って全部出してさ、こうやってすくってさ食べてた。小さい子ね。昔ドラえもん似てるって言われて、ドラえもんに似てる、今はスティッチに似てるって言われて、スティッチに似てる、両方青い、確かに、え、青いんですか？待って、おもろすぎる。これは両方青いはおもろい。今現在いるメンバーだとあゆみっちほど知らない状態で言って、服装だけで喜んでる子いないよ。あ、確かにね、確かにそうかもね。斬新な食べ方、いや、そうなんよ。小さい頃は多分ね、なんかもう余裕を持った朝だったからかもしれない。幼稚園って行くのあれだよね。じゃあ、いや、その時の食べ方はちょっと、ちなみにクッキー星に似てると思いました。これも青い、クッキーモンスターだ。あ、やっぱり、え、なんで青いの？本当に青いんですか？ちょっと今日も配信見に来てくれるの、え、ありがとう、本当に嬉しい。今度ね、おしゃべり会もし来てくれたら一緒に語ろうぜ。よいしょ、よいしょ。何に何で似てるか確かめてください。うわー、待って、確かめるわ、頑張るわ。25のオンラインだったっけね。どこの、何のオンラインだったっけ。よいしょ。9月14行こうと考えてるよ。やったー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 。よいしょ。
いしょ。今ぶどうをたくさん出してる。あ、でもお時間もちょっと迫ってきてますね。25の6秒です。 OK です。昔半分青いってドラマあったっけ。え、見てたよ。朝ドラだよね。うわ、めっちゃ好きだった記憶。え、半分青い大好き。てか朝ドラ、朝ドラ、朝ドラ、そう、朝ドラをめっちゃ一時期見てた。うわ、なんだっけ、理由なんだったっけ、なんで言ってたんだっけ。なんかいつも朝おばあちゃんのお部屋に駆けつけて一緒に見るみたいなことをしてた。なんでだったっけ。あ、コロナ禍だったかな。30分までその予定なんだけど、ちょっと今ブドウで手汚れてさ、ちょっとあれなんですよ、手が半分青いって、まさにドラえもんや。いや違うからね、半分青いとドラえもんはまた違うからね。レイに入った瞬間、ひよったやついるって言ったらいねえよなって返してくれたら面白い。え、やってほしい、やってほしい。ねえよな。あゆさん演技やってみたい、やってみたいけど、あ、花子とあん、花子とあんだった、幼稚園の頃。今ママが LINE くれた、幼稚園の頃だよ。花子とあん、花子とあんを見てました、幼稚園の頃。ドラえもんはもともと黄色かったの知って、知ってよ、猫型ロボットだったの。だったっていうか、一応まあそうっちゃそうなの、猫型ロボットだったんでしょ。ママも見てる中、娘さんを応援させてくださっていつもありがとうございます。ママ普通にいつも見てるよ、多分。コメントとかはしないけど。ちなみにマイキーとドラケンの声真似はできる。え、聞かせてね、今度。やばすぎ。え、見て見て見て、ほら頑張った、でれーん、頑張った、イエーイ。ママさん今度ご飯行きましょう。おもろい、やべ、変なコメントしないようにしないと。そんな変な、普通にコメントしてください。演技学、演技学ぶなら、演技学ぶなら、まず劇団はるか村入隊からよ。あ、そうなんですね。おお、初めて知りました、初めて。仕事行くね、行ってらっしゃい、頑張ってね。でねーはアウトなんよ。でねー、腹アウト。メンバーのママ同士とよくお話すのかな。いや、あんま会う機会ないと思うよ、多分。そんななんかさ、学校のママ友みたいな感じじゃないからさ、普通、多分ね、多分、うん、多分会わない、会ったよっていう話は全然聞かないし、会わないと思う、多分。そんなクオリティ高くないからハードル上げないで。楽しみにしてます。よし、メンバーの保護者会とかないの。え、多分ない、あの、うん、多分ないと思うよ。あの、なんだろう、面談とかの会社の方と親第一なのかな、で面談とか多分あると思うけど、なんか、うん、前あった気がするけど、最近はあんま分かんないけどね。ななみもあれで演技学んで、土地音楽、え、あ、
そうだったのか。じゃあうちも入らなくては。うん、おいしい。公園参観とかあればね。もうめっちゃ学校じゃん。学校ちゃうねん。広いね。ヒロインが欲しか。やだね。もう伊藤武道ちゃんのところ、あゆみっちに変えるセリフ言うね。でも15秒じゃ足りないかも。じゃあ15秒以上かな。9時まで配信ですか。え、それな、どうしよう。今ちょっともうちょっと食べ終わるから、食べ終わったら誕生日するね。その食べ方はしたことなかった。お嬢様の食べ方。いや今度やってみて。なんか頑張った後にさ、一気に食べれるのめっちゃいいよ。頑張ってやった後のご褒美。あ、全然救えない。なんで。うんうん、最後の一個。あー、メロンは食べずでしたね。うちでもブドウあるから、やってみます。やってみて、やってみて。早く食べたいってなっちゃうから我慢できない。確かにね。でも一粒一粒だとなんかさーねえでしょ。だからやってみて。カニも咲いた後に一気に食べるタイプ。え、いや、カニ、あ、でもカニもやっぱすごいかも。こうやってジュ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 出して食べるかな。うんうん、そうかも。終わってたかと思った。見れて嬉しい。いやー、来てくれて嬉しい。ちょっと待って、お手で拭きたい。ダメだ、なかった。ああいうママに嫌われないようにコメントして。いや大丈夫だって。ママそんな、なんかママとそのファンの方とお話ししないしな、あんまり。ベタベタするよね。します。ティッシュじゃ落ちなかった。ティッシュは水分だけだった、落ちたの。ごめんね、スマホ触りたくない。え、じゃシートないないない、今ない。ハート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 。ボア。たまに配信ママさん呼んだよ。小指ならいけるで。確かに。あゆと、あなたの小指。何やってんだろうね。何やってんだろう。かわいいね。よしよし。やよしよしよし。あれとテンション上がっちゃうね。あ、ちょっと髪の毛。赤い糸が引っ張っ、あ、そう、赤い糸、赤い糸。じゃあ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 。燃えゼリフ大会始まる。やだー、待って、燃えゼリフか。で、あ、握手会始まったら恋人つなぎもできない。あ、確かに。はい。はい、と、指切りゲーマンしや。癒されたか、お仕事戻る。ありがとう。お仕事頑張ってね。お仕事頑張ってね。じゃあ、あれもそろそろ普通の配信やめようかな。約束した。約束した。じゃあ、未来はいつも。やばい、ハートのこと、ますます、す、てててなっちゃう。好きになっちゃうだね。あ、好きなんだね。イェーイ。あいみっち、ほんとに面白いね。やった。はい、じゃあ、男女読みします。この小指で。はい、はい。あ、ちょっと待って。はい、いきます。13位から。いきます。13位、王者、ありがとうございます。12位、メイプーナゴくん、ありがとうございます。11位、トモ、
ありがとうございます。 G パン、ありがとうございます。 T たかしラブなほこちゃん、ありがとうございます。8位ミトサラ、ありがとうございます。7位カイセラ、ありがとうございます。6位ミネちゃん、ありがとうございます。5位ひみこちゃん、ありがとうございます。4位バン、ありがとうございます。3位ヨトピャン、ありがとうございます。2位マサカツ、ありがとうございます。1位ウッチ、ありがとうございます。ありがとう、イエーイ、ありがとうね、ありがとうだよ。あ、名前に入っちゃいないの忘れてました。あ、忘れないで、忘れましてて、忘れないで。ちょっとハラちゃんラブも言っといて、ハラちゃんラブもありがとうね、今日も見に来てくれてありがとうございます。スクショタイム、モデルもいけるかも。さあ、そのポーズもありだね、ありですか。さ、ずっと小指立ってるとさ、なんか下ろすのが痛い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 。スクショタイムなら止まってすいません、レッスン頑張って。あ、宿題も、そうなの、スクショ宿題も、もう週末いろいろ楽しみ。え、何があんの。あ、そうじゃん。え、週末ってあれやね、オンラインおしゃべり会、水分補給忘れずに。はい、ありがとうございます。それじゃ、それじゃ、ありがとうね、今日も配信見てくれて、ありがとう、バイバーイ。こっちはベタベタしてる方。